近藤軍団もいたんですね。そうですね、さあ近藤です。規定打席に到達するや否や、パリーグでは打率トップ3に入ってきた近藤です。初球打ちセカンド、ダブルプレーにはなりません。その間に1点が入りまして、ヨーダン完成感しています。2対2の同点。いやー、併殺崩れで1点。これで試合は振り出しに戻って、斉藤の負けはなくなりました。ただよく近藤もファーストセーフにしました。あの、ね、セカンド山崎のね、セカンド送球ちょっと高くなった分ですかね、際どいプレーでしたね。でも二遊間すごく素早かったですよね。そうでした。山崎と今崎のコンビにハマっているところではあります。いいプレーですよ。ショートもナイスカバーですよ。しました。しっかりと山崎送球していましたね。それでも間に合いませんでした。野球のルール、同時はセーフですからね。あ、なるほど。斉藤佑樹は勝敗はつかずということになりました。さあ、ファイターズ同点に追いついています。